やばい、またお金が頑張れー、びっくりでっか。はい、皆さんこんにちは、丸谷彩乃です。ドラえもんのどら焼き屋さん物語、続き遊んでいきたいと思います。今回は8月の1週目からスタートになります。いきましょう。はい、ということで見てください、めちゃめちゃ綺麗に並べ替えました。お、来たよ審査員さん。サンタさんや、夏のサンタさん。サンタさんのところってどこだっけ、予約中、ここじゃないな。あ、ここか。魅力足りなかったかもしれない、もしかすると魅力が足りなかったかもしれない、ごめん。呼んだ時は高かったんだけど、どうなったでしょうか。結果発表、10、10、30、20、20、10。おー、ダメかと思った。やったー、合格じゃん。サンタさんに認められた、いい店ですね。素晴らしい合格でした。実は来店してるお客さんの満足そうな顔を見て、合格は確実だろうなと思っていました。今後もヤノンドラ焼き屋さんの活躍を期待してますよ。よかったー、喜んでもらえた。あ、キテレツサイ様来たよ。キテレツサイ様も喜んでくれるといいんだけど。まあ、ここでも魅力135あるからね、全然余裕だと思ってる。あ、キテレツサイ様のおもてなし結果発表来た。どう、10、10、30、20、8。アベカーモチダメやったか。8って全然足りないじゃん。まあ、合格したからいいけどね。よしよし、キテレツサイ様がお店に来るようにはなったけれども、キテレツダイヤーカーの全員がお客さんになったって。あ、そして本、なになに、あれ、こんなところにも不思議な本が落ちてるぞ。ミラクル 1?1? お、つなげられるね、つなげよう、つなげちゃいます。ミラクル1っていう作品かな、なんて読むんだろう。ここはどこだ、僕たちの街に出るけどちょっと違う不思議な世界に繋がったみたい。面白そうだからこれから遊びに来るね。繋げてくれてどうもありがとう。勝負するの？猫を見つけました。キチに住みつきそう。住みついてくれるの？キチに。あ、そしてオッケー出てますね。ランクがこれで上がりますよ。ランクアップ。あ、すごい、なんか周りに人がどんどん増えてる。やったね、これね、ランク6になってよ。あ、ストーリーだ。じゃあ今日もお疲れ様、おやすみ。あ、しまった。なんだなんだ、どうした？ランドセルお店に忘れてきちゃったよ。もう、そそっかしいな。早くお店へ取りに行ってきなよ。お店に行くんや。あれ、おかしいな、明かりがついてる。誰かいるのかな、まさか泥棒？なんだ、おじいさんじゃないか。こんばんは。わ、え、のび太くん？こんな時間にどうしたんだい？ランドセル忘れちゃって。おじいさんは何か探し物ですか？実はちょっと落とし物をしてね。もし切符のようなものが落ちていたら教えてくれないかな？切符のようなもの？どんなものですか？天の川鉄道って書かれた切符みたいな形の。どういうこと？わかりました。あの、それじゃあ僕これで さようなら。待って、どういうことなの？なんでおじいさんが天の川鉄道の切符探してるの？どういうこと？ドラえもん、ドラえもん、ドラえもん、ドラえもん。なんだなんだ、うるさいな。一体どうしたのさ。ミステリートレインの切符の持ち主はおじいさんだったんだよ。そりゃあ、ってなるわ。え、でもさ、なんでおじいさんが、どうして？誰か来た？何あれ？あ、未来デパートに新商品ね。なんか新しい子来た。カーリング協会。大福から選んでほしい。カーリング大会か。そうだな、いちご大福。休憩時間にはね、甘いお菓子がぴったりですからね。未来デパートに行ってみるか。未来デパート強そう。邪魔者に役立つやつばっかりだよ。
追い払う。これね、名刀電光丸、転ばし屋、おもちゃの兵隊。おもちゃの兵隊にするか。おもちゃの兵隊、これで邪魔者を少しでも倒しやすくなってる気がする。誰か来た。誰だろう。おじさんが来たよ。地元のラジオ局。お菓子のラジオ CM を流してみませんか。寒天から選ぶ。あんこ玉にしよう。あんこ玉の CM よろしくお願いします。よし、じゃあ新しいところに行けるようになったかな。新しいところに行ってみますか。誰が一番高い？あ、スネ夫だね。行ってらっしゃーい。キュウヒが来たよ。キュウヒ、新しいお菓子が作れるのでは。寒天、あんこ、キュウヒ、これで半蜜だ。やったー、新商品できた。キュウヒだって。まだ作れる。どら焼きの皮。どら焼きの皮と何？あ、キュウヒ、これで何？あゆ焼き、おいしそう。よしよしよし、これで一旦お菓子は全部か。建てられるものが、あ、そうだ。あ、カーリング協会の人来てくれた。あ、かわいい、ドラえもんの雪だるまが乗ってる。いちご大福、お、甲子園連発はいいね。やったー、来た。当選簿されてる。みんなで追い払おう。面白そうなやつが来たぞ。ちょっと遊んでやるか。遊んでやるったって鬼ごっことかじゃないんだからね。覚悟しろ。よっしゃー、行きましょう。きっと大丈夫。新しいね、あの武器とかも手に入ったからね。きっと大丈夫だと思うよ。ちなみに気力はね、また回復できないからね。みんな気をつけて頑張ってください。エスパー帽子を使い、ミスを刺す。あー、でも結構強そうな感じするな。みんな頑張れ。ガリバートンネルで、いいよいいよ。まだ地味に残ってますね。大丈夫大丈夫、頑張れみんな。いや、そこのスモールライトはいらない。そこじゃない、スモールライトはそこで使うものじゃない。はっ、頑張って。いいよ、半分減らしてます。あー、伸びた。いいよ、ナイスナイスナイス、でかい。やった、勝利。武器持ってなかったらやばかったかも。文房具ソムリエ、お菓子にそっくりな見た目の消しゴムを作りませんか。もうこれはミルク寒天でしょ。消しゴムみたいな形してるし。これにしとこう。あ、なに？きた、ケーキの生地。ケーキ系が作れるようになったんじゃないこれね。ケーキの生地、あんこ。なにこれ、どら焼き？人形焼き。やったー、人形焼きだって。あとはケーキ生地で、バター、抹茶？抹茶バーム！欲しがってた人いた！ケーキの棚が置けるようになった！ここ、ケーキの棚を、ここ。来たー！やったー！新しいお客さんが増えたよ。よしよし、ケーキ系で他にもいた気がするんだよな。やったー！のび太の日本誕生の全員がお客さんになった。増えてきたよ、お客さん。ケーキと、確かね、きなこ的なやつ。きなこじゃ、ほうじ茶！ほうじ茶バーム！ほうじ茶バーム欲しがってた人がいた。ほら、これ、ほうじ茶バーム。ほらほら、やっぱりー！ほうじ茶バーム欲しがってた人いたもん。よかったー。チンプイ！チンプイ全員お客さんになった。やったね。お、そして本！本をゲットしたよ。なになになに？本の向こう側に何か見えるよな。空剣トッピー。トッピーってなんだろう。120か。多いなぁ。梅干し殿下招待できそうだな。カフェ系でしょ？で、お餅でしょ？カフェ系の、ここでしょ、ここ。ここにして、お餅食べてもらおう。来た、フィーバー、ありがとう。フィーバー感謝。あ、ラジオ局の人報告しに来てくれた。あんこ玉どん盛大に開催され、
あこどものラジオ CM 聞くと和菓子が食べたくなる。いいね、最高。あ、ソムリエさん報告しに来てくれた。盛大に開催され、消しゴム本物そっくり消しゴムみたいな形してるからね、四角でね。お菓子まだ作れそう。ケーキの生地、抹茶、抹茶とメレンゲ、抹茶のショーケーキ。おお、誰か来てくれた。お客さんどんどん増えてくね。食べたお菓子が見つかったような。ピーピーマン、お、全員お客さんだった。やったー、めっちゃ増えてきた。まだ作れるから作っていくよ。生クリームと抹茶って何ができる？ロールケーキだー。ザラメと水飴でカステラだー。美味しそう。栗とメレンゲでモンブランだー。美味しそうなのがいっぱいできた。お、いいねー。1日目終わってよ。今日も頑張ろうでー。和菓子検定6段。レトロが好み、団子系が食べたい。レトロが好み、ここに来てもらおう。ミラクルワンと力比べ、どうだろう、いけるかなみんな頑張って、強そう。気力回復できないからね、頑張ってください。いけると信じて。いや、あんまり減らないな、思ったより。強い強い強い、やばいやばいかもしれない。頑張って、応援することしかできない。あのびたとしずかちゃんが、プライマン頑張って、まだ残ってる、まだなんとか残ってるよ、頑張れ。ダメかもしれん。あダメだったか。強かったね、ちょっと強すぎたな。あ、ポンプ使えるようになってる、拡張。あ、ごめんね、本当に心の底からごめん。あ、梅干し殿下来た。どうだろう、お客さんになってくれるといいんだけれどな。多分喜んでくれると思う、梅干し殿下。あ、おもてなしの結果発表、どうなった？10、10、30、20、20、10、来た。オッケー、待って、やったね、梅干し殿下お店に来るようになりました。4人用座席、思い出の中にさ、リサイタル開催するがあるんだよね。これクリアしとくか。これクリアしておいたら、ここ100人じゃない、1000人超えたらここ達成できてるから、あんまりリサイタルは開催したくはないけれど、開催します。いやー、リサイタル開催決定みんなが驚いてる。これでね、リサイタルが始まるらしい。あ、新しいストーリーだ。おい、伸びた。トレーニングのリサイタルを開くって何なんだよ。知らないよ、僕も今知ったんだ。伸びたが空き地なんか作るからだぞ。リサイタルなんか開いたらお客さん帰っちゃうじゃないか。お、リサイタルって言ったか。じゃじゃじゃん。いや、君のリサイタルが待ち遠しいって話をしたんだよ。よ、人気歌手。そうかそうか。でもお前らは手伝いで聞けないだろうから残念だったな。俺の歌でお客さんが喜ぶ姿が目に浮かぶぜ。ほいー。もう腹をくくるしかないな。いろんなお客さんがいるから、意外に喜ぶ人もいるかもしれないしね。喜ぶ人もいるかもしれないね。それはわからない。先ほど入ったニュースによると、あやどんどら焼き屋にまた新たなお客さんが増えたとのことです。梅干しでかご一行は、お菓子をペロリと平らげると、県内の様々な施設を利用し、大満足の様子でした。パンパロパンのスッパッパ、さらにお客さんを喜ばせるためにアイテムをプレゼントするといいと情報をキャッチしていますが、誰が何のアイテムを喜ばれるか秘密のベールで隠されてるようです。そうなんだよね、誰にどれを渡したら喜ぶかはね、ちょっとわかんないんだよね。あ、待って、渡せる、 TP も渡せる、タイムボート、空飛べるようになった。新型モデルのタイムボートだって。定期的に見ないと。あ、梅干しデータを渡せるじゃん、やったー。これで空飛べる子多いな、大事なツボだって。じゃあこの空飛ぶ車も UFO も誰かに渡せる時が来るってことだね。なに、なんか変な音してるよ。なになになに、
と思って見て、リサイタルが始まってる。でも意外と縦乗りしてノリノリなんだけど、みんなどうしたの？え、待って、売り上げめっちゃ上がってない？リサイタルするとさ、評判めっちゃガクッと下がってるけどさ、売り上げ自体はなんかめちゃくちゃ、あっ、ジャイコがお兄ちゃんのライブ見て縦乗りになってる。でもこのおかげでお願いがたくさん行けるようになった気がする。送迎バスの本数増やしたいね。それは増やしたい。黒板のメニューボードも増やせる。パラソル付きのベンチも増やせる。よし、一旦こんなもんかな。あ、作品も一個呼び出せるな。作品呼ぼう。トッピ、トッピが仲間入りしましたよ。これもどんな作品なんだろう。中堅トッピってものかな。観察してくれるらしい。なんだあれ、冷凍みかんか冷凍みかんなんてあるの。未来デパートの新しいの買えそうな感じがするから買うか。ルームスイマー、ルームスイマーと邪魔を払ってくれる転ばし屋さんを注文する。よし、あ、送迎バス増便、ありがたい。これでお客さんがちょっとで増えたら嬉しいなぁ。引き受けた仕事がたくさん。あ、いいね、いいね、いいね。工作室。やばい、またお金が、お金が赤字になっちゃった。待って、ジャイアン、いつまでさぁ、やってるのジャイアンのリサイタル、いつまで開かれるんだろう。ずっと開かれてる。あ、審査来た。でも審査来たけどさぁ、大丈夫、ジャイアン。ジャイアン歌っちゃってる。審査来たけど大丈夫かな。さあ、和菓子検定6段。評判悪っ。やばい、評判が悪すぎる。致し方がないね。今、リサイタル中だからね。まあ、でも認定受けることができたからよかった。と、思いたい。おっと、新しいストーリーだ。おい、伸びた。リサイタルの日の売り上げすごかったな。そうなんだよ、みんな狂ったように買っちゃってくれてさ、あまりに衝撃的な歌声にみんな混乱しちゃったのかもしれない。売り上げが上がったのはいいけど、お店の評判は下がってたわね。まあ、でももう評判戻ったみたいだよ。売り上げかリサイタルか、予想考えただけでも寒気がしてきた。あ、本当だ、評判戻ってる。未来デパートまた買えるな。これとビッグライト、着せ替えカメラ、あ、全部変わるかな？全部変える。やったー。一旦ランク7になるまでは変えないけれど、一旦今のところ全部変えたね。なになに？室内旅行機、なにこれ。お店の雰囲気を変えることができる。いろいろ変えれるようになったらしい。フィーバー早くない？この影は誰だ？なんか新しいの増えてる。早く見つけるとボーナスがもらえます。あー、なるほどー。これ、これ、あ、違う、これ、あ、違う、あれ惜しいだ。なるほど、ランクが上がってったりとかするとあれかな、解放されるのかな。タップを見つけました。空き地に住み着きそう。タップってなんだ？わからないけど、なんか住み着いてくれるらしい。あ、急に新しいストーリー来た。なになに？ドラえもん、せっかくだからこのロボットもお店に飾らない？でかい、でかい、でかい。さすがに大きすぎない？注目を集めていいじゃない。それもそうか。じゃあ立てられるようにしとくよ。すごいことなってんな。あ、でも動き出しちゃったりしない？万が一動き出したら大変な騒ぎだよ。ちゃんとコンピューターを外しておくから大丈夫だよ。これを目当てに新しいお客さんも増えるかもしれないね。今さっき後ろに来てたね。建設可能になってよ。建てられるの？もう建てとくか、この辺に。これからアイノンドラ焼き屋に行くの楽しみだわ。新しい子来てよ。しかもあれ、ほうじ茶プリンだからお客さんになってくれる。イエーイ、ピルル。これは何？のび太と巨神兵団。
和菓子検定7段。これはいけるでしょ、ヨーロッパ。これ、ここ、いけます。お待ちしてまーす。お、報告しに来てくれた。なになに？イベントが開催され、原材料にも着目され、世界中で好評。いいねー。コンテスト受けられそう。あ、そっか。これいけるじゃん。ほうじ茶バーム。100、100、100、100。オッケー。満点。最優秀賞。よし、コンテストね、上級もいっぱい増えてきたけど、まず中級ね。いけー、スネ夫。スネ夫ならやれる。中級だって。へっちゃらなー。いいよ、100点。頑張れ。頑張れ。いけるぞ。やれやれー。さあどうなった。オッケー、最優秀賞。写真家さんだって。羊羹から選んでほしい。じゃあ芋羊羹お願いします。来た審査員。きっと大丈夫。今だってリサイタルしてないからね、評判は大丈夫だと思うよ。何？なんか今新しい感じの本の出方だった。ミキオとミキオ。一回力比べ、もう一回再戦しよう。いいよ、頑張れ。記録上がったからね、いけると信じて。てい、思ったより減らない。うわ、めっちゃ減るじゃん。ここで回復。Aポイントがあったからこそできたな。よし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 。気持ちだね、これは完全なる。で、これでお客さんが増える。よし、お客さん増やすためにはね。あ、写真家さん報告しに来てくれた。ふんふんふん。美しすぎるとトレンド入りした。やったねー。あ、来た !7 段 !10、10、30、20、16!品質の200ぐらい超えてないときついか。これで、しかも、ランクアップできるよ。よしよしよし。増えた増えた。さらに増えた。ランク7、してるストーリー。ねえ、ドラえもん。まずはおじいさんが本当に未来人かどうか調べようよ。そうだね。おじいさん、切符を探しにお店にやってくるだろうから、そこを狙おう。お店に来るの？どうなるんだろう。おじいさん来るかな。あ、のび太くん見て、タイムホールだ。やっぱりおじいさんは未来人だったんだね。わ、のび太くん、ドラえもんくんまで。ごめんなさい、実はおじいさんが探してるミステリートレインの切符は僕たちが持っているんです。どうして未来から来たことを黙ってたんですか。ついに見つかってしまったか。でも悪いことをするつもりはないんだ。それだけは信じてくれ。実は私は22世紀の科学者なんだ。いろんな不思議な世界の人と旅をするのが夢でね。そのために長い年月をかけてこの世界と不思議な世界をつなげられる本を開発したんだ。あ、今まで食材を探してる時に見つけた本はもしかして。そう、あの本を開発したのは私なんだ。マジか。未来人なの？未来デパート、新しいのが増えた。近所のお客さんの、これ欲しい！スケジュール時計！これで歩くスピードが速くなるってことだよね。と、即席スイートホーム。よし、建てられるもの増やしておきたいからね。お、業界新聞。本誌の調べによりますと、エアノのどら焼き屋が7つ星に達成し、盛大なパーティーが開かれたのことです。会場には各界からお祝いの電報やお花が届き、お祝いムード一色となりました。主催者は星を獲得されるために。ちょっと待って、違うボタン押しちゃったから鈴木が読めなかった。なんて書いてあったの、読めないの。あれもうチンタラホイ、これいけそうだな。これいこう。てか、お店のさ、お客さんの歩くスピードが速くなったことにより、売り上げがすごい急に上がった気がする。あ、ストーリーの。あ、基地の選曲。あ、タップ！ここが地球！テ
レビ局に内緒で真夜中にブリッキンホンテルコマーシャルをしたけれど効果がないかに様子を見に来た。見に行くよ。サピオヒボ様に言われたの。なんで？どういうこと？なんだ、昼寝しようと思ったのに先客がいるじゃないか。それにしても変なウサギだな。変なとは失礼な。ちゃもちゃ星から来た。タップと申します。地球のことを学びに来ました。ちゃもちゃ星っていうことは君は宇宙から来たんだね。どんなことが知りたいのさ。確か地球人の好きな食べ物とかいろいろあるから難しいな。とりあえず僕どら焼き屋さんのお手伝いしてるから食べにおいでよ。もうありがとうございます。では我が主のサピオ様にお伝えしておきますね。サピオ様？なんか新しい人来た。もうこれお客さんになるやつじゃん。イエーイ、食べたいお菓子見つかったらしい。ブリキの迷宮、お客さんのお願い。今めっちゃお金急に溜まり始めたから、まずピクニックの行き先増やしたいけるでしょ。で、しずかちゃんの飲み物増やしたいもいける。でからロココ調のやつもいけるでしょ。で、振り子時計もいける。映画館もいける。本屋さんもいける。ピンクの電話もいける。運送会社もいける。一旦こんなもんかな。結構できた気がする。来た、邪魔者強そう。頑張れー。ビッグライトでっかビッグライト強すぎ強い、でっかかった。めっちゃいけるいけるよ。大丈夫大丈夫、頑張れみんな。邪魔者は来たけれど、多分大丈夫な気がしてる。いいよ。はい。あ、でもあんまり減らないな、思ったより。頑張って！回復しとくか、ここで。いいよ。頑張って頑張って。頑張れ頑張れ！あともうちょっと。いいよ。多分これ耐えてくれてるもん。オッケー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 。いいよ。よっしゃ。よかった、ちゃうもの追い払えた。あ、モナカ来た。モナカ待ってた。求肥とあんこ来た。海中シルコ来た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 。オッケー、ミクジンが来てくれるようになったよ。ドラビアンナイト、新しいストーリーだ。ピンクの猫、この猫最近ずっと空き地にいるんだよね。綺麗だから飼い猫だと思うんだけど、何か話したそうにしてるね。え女の子になった。どうして猫の中に化けてたの？猫にされちゃったのよ、魔法で。でもあなたたちがその魔物を倒してくれたおかげで魔法が解けたの。食材探すやっつけた魔物がそうだったってことか。やっつけておいてよかった。危ないところだったね。僕のび太、せっかく人間に戻ったことだし、よかったら僕たちのお店に遊びに来てね。私、みよこ。みやこかな？みやこ。二人ともありがとう。ぜひ行かせてもらうわね。みやこだって。あ、フィーバー早っ。運送会社、ピンクの電話、本屋さん、映画館、振り子時計、ミニーボード、あ、ピクニックね。ポンプまた使える。悲しい。そして出てきた、埋もれてたお宝、イメージボタン。あ、渡せる。空飛ぶ車、なんと空飛べるようになった。ケーキ生地とたい焼きの皮、びっくりマークついてないけど作れるな。なんだろう、これか。黒ごまね。黒ごま、はい、黒ごま分かった。黒ごま、黒ごまとこれだ、クリームチーズたい焼きね。オッケー。まず、じゃあケーキ生地で、黒ごまね。黒ごま。黒ごまとなんだ？黒ごまとメレンゲ。違う。黒ごまと、生クリームと黒ごま。きたー！黒ごまロールケーキ。たい焼きの皮は、クリームチーズって書いてあったから、
クリームチーズね。オッケー。で、まだ作れるから、どら焼きの皮、クリームチーズとあんこ、クリームチーズどら焼き。で、あとお団子の素ね。お団子の素は、笹？笹と何？よもぎ。笹団子！お、全国の和菓子屋さん売り上げランキング。うちは？めっちゃ上がってる！11位だって新記録ということで9月になりましたね。はい、ということで今回ここまでにしたいと思います。次回はね9月やっていきたいと思います。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。また見てて、バイバーイ。